はいどうも、キスケです。今回ですね、ドラゴンボールレジェンズ実況始めていくんですけども、おいお前たち、フリーザのね、動画とギニューの動画に下手くそ下手くそってたくさんのコメントが来てました。うん、すいませんでした。お見苦しい試合ばっかりでね、レベル1000のフリーザーとレベル1000のギニューをね、まあ生かした試合っていうか、まあうまくないんでね、そんなうまいことを扱えない動画をねちょっと上げてしまって、ちょっと申し訳ないなと思ったんですけども、できればいいんですけどね、できればいいんでいいんですけども、まあうまくなりたいっていう欲がまあありまして、できればね下手くその下にちょっとアドバイスみたいなものをねちょっと付け加えていただけたらなっていう。まあたまにねちょっとそのライジングラッシュのドラゴンボールを集めないのが良くないとかね、まあ特殊のね攻撃力上げるアーツを最後に使って気力ゲージ貯めてる間もったいねえぞみたいなねコメントとかはね、ああもうほんまその通りやなっていう気がして、まあそれでちょっと学習していけてはいるんですよね、ちょっとずつ。うん、なのでできればいいんですけどもできればいいんですけども、下手くその下にちょっとねアドバイスをちょっと付け加えてくれたらめっちゃ嬉しいかなっていう、うん、思います。はい、ということで今回ねちょっと、まあ、皆様にね僕の PVP の実力ってやつを、おお、終わっちゃった25で終わっちゃいました。全然やってなかった、すいません。まあ、僕のね PVP の実力ってやつをちょっと動画に撮って、ちょっとコメント欄でアドバイスをいただけたらなと思うんですよね。うん、ここはこうした方が絶対いいっていうアドバイスをいただけると、やっぱり僕のプレイ向上にもつながるし、動画を見てる皆さんもねやっぱりまあちょっとは見れるプレイになったなっていう、この成長をですねちょっと感じていただけたらなと思うんですけども、まあ、早速ですねキャラクターの選択していきましょうか。相手ほぼオール1000なんでレベルが高いですね。ブロリーに対してピッコロ出して、ピッコロに対してベジータ出して、まあベジータに対してフリーザか、これ一緒だな。いやでもな、これ赤悟空来たらちょっと詰むぞ。それだったら悟空にしようか。フリを取られない悟空にしておきましょう。はい、ちょっともうキャラクター選択のうちからねちょっとアドバイスがあればぜひともね、アドバイスもらえたらなと思います。はい、マイケルさん、マイコーさん、対戦よろしくお願いします。やっていきましょう。はい、元気はつらつとね。はい、ナイス。あ、こういうことね。あいきなりお前アーツ使ってからやれって感じですよね。うん、ただちょっとねここはあれなんですよ。あー、これはもう知らないな。下等生物が耐久力を舐めてもらっちゃ困るよ。あー、まあこれはしゃあないな。牽制入れてと、あー避けない、あ避けない、おい、あーダメだ、避けてと、うわマジか、これはー、あー動けない。ほい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 、まだメインアビリティは使う必要ないですよねこれ。避けてと、オッケー、あーマジ、うわマジか今の、うわちょっとうまいことずらせたなーと思ったんだけどな、ちょっと申し訳ないな、申し訳ないっていうか本当下手くてすみません。はい、ライジングラッシュ貯めていきましょう。ほい、拳でピッコロ、拳で対抗します。おりゃ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 、ポンポン、ナイスナイスです。あれですね、やっぱり攻撃を上げてから攻撃するっていうのをまあ習慣づけていかないとダメですね。申し訳ない、避けてと、オッケー、ずらせたね今、ナイス。悟空に変えようか、オッケー、有利を取れてる。あーこれも本当に、いやミスったな。まあただフリー取られてないんで、あー有利取られてる状態でライジングラッシュ食らっちゃったよ。拳で対抗しましょう。はい、青悟空拳でスーパーサイヤ人の中に負けるな。あー残念、
これ一撃で落ちるか、フリ取られてるから。あーでもこれ一発っぽいな。あー残念。悔しいな。粉々にしてやる、避けてと。はい、ずらして。あ、マジか、今のずらせないんだ。ちょっとワンテンポ遅らしたつもりなんですけどね。まあ無理なら無理でしゃあないな。ギャリック砲まで打つか。ギャリック砲、おい、いいね、いいダメージ。避けてと。うーくそ、攻撃をちょっと止めておければいやまあこれはラッシュ食らっちゃうね。ただまあこれ次相手攻撃避けれないんでね。おい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 、ナイス、いいですね。避けれない、避けれない。あ、詰めただけか、オッケー。避けてと。いいね、いいんじゃないダメ、いいんじゃないいい、前に、よしおい、なんだこの嬉しさ。よかった、確実に格上の相手だと思ったから。いや、よかったっすね。まあ攻撃をずらすっていうのもまあ基本的にちょっとやっていきたいなと思うんですけど、なかなか難しいですね。まあ慣れるまで時間かかるかなっていう感じですけど、まあ慣れて、まあ戦っていきたいですよね、やっぱり。うん、はい、それでは対戦よろしくお願いします。うわー、お相手強っ強っ。まあピッコロベジータはほぼ確定かな。相手もピッコ、いや相手はピッコロベジータブロリーでほぼ確定かな。じゃあこれフリーザ行くか、強気で。はい、さあよろしくお願いします。さあやっていきましょう、ブロリーですね。オッケー、ほい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 。あ、マジか、まあいいや、これ詰めよう。ほい、マジ、うわ、ちょっと回線がよろしくないかこれすごい、魔漢光殺法まで行こう。魔漢光殺法ピョーン、入れ替えてと。避けて、ほいほいちょっと重いんですが大丈夫かな。なんとかなりそうかな。牽制、ほい、なんだ今の。あーこれちょっとすまんすまんって、おい誰に謝ってんだよ誰に謝ってんだよ。牽制入れて、牽制入れて、避けて、こっちも避けてと。おいおい、いやパンチいらなかったな今。いや、ピッコロ落としに行くか、さすがに、ライジングラッシュで。いや、もったいなすぎるか、これ。ちょっとミスったか。いや、これ選ばなきゃよかった。射撃でよかったかも。いや、でも、ピッコロ1体落とせれば、結構でかいですよね。やっぱり回復挟んでくるんで。ただ、まあ、ライジングラッシュで落とさなくてもよかったっていう感じかな。うん。ティーンティッティー、ちょっと演出が遅いように見えるが、仕方ないですね。死ぬのはお前だ。人をイライラさせるのが、避けて、必殺技叩き込んでいく。死ぬのはお前だ。あばよ、つえ、あーこれ食らっちゃうな。おお、なんだ今のあ、間違えたし、おい押してねえボタン押さんでくれよマジで。ダメだ、言い訳 よくないよ、言い訳よくない、うん、言い訳よくない。避けて避けて避けて避け、魔漢光殺法ピョーン、で回復挟んでいこう、全体回復ね、回復。まあこれ食らっちゃうんすよ、ほい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 、うん、これも食らっちゃうね。今楽にしてやる。あさよならバイバーイ、ピョーン。そんな食らうんでしょ。はい、射撃圧で牽制、避けない、牽制、避けていく、こっちも、こっち、あ、いいじゃんいいじゃん、じゃあ攻めよう。遅いなー、あー避けたらよかった、安定取ってうーん、あー拳で対抗されたか、これ落ちちゃいますね。いやーピッコロさんなら、まあ回復してくれたんでいいでしょう。何してんだ、よ、避けれるか、避けれないか
いやーすごい、これも避けれないかすごい、おいおいおい、これデスボール食らうでしょ、ピョーンドーン、死ぬのはお前。いや何してんだ、いやこれ避けない、ラッシュ入るな、これはしゃあないな。ただ体力面的にはこっちが有利、これ体力落とされずる前にちょっと耐えれるか、耐えれる、耐えれそう、うて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 、おいマジか、相手避けたよね、じゃあこれで落ちるね、 OK。 さあベジータ対決、避けれん、避けていく、いいや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 、ライジングラッシュラッシュライジングラッシュこれ避けれないから、 OK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 、 あとはこれを決めるだけ、拳で対抗いけるか、うわ最悪だよ最悪だよ、あー終わりそうこれ、射撃で男の弾で勝負、あーこれ落とされちゃう、うわこれは負けちゃいましたね、申し訳ない、このベジータ様とやり合えるとはなかなかだな、はい、それでは対戦よろしくお願いします。おお、相手オール戦ですね。まあここはピッコロ先制で出して、多分まあピッコロ出てくると思うんでベジータ採用でしょ、でベジータ来るか悟空が来るか、これ悟空来たらちょっとまずいんですよね、ただここ強気で行くならフリーザー、フリーザー、いやーそんな取らなくていいか、パンで、あパン使ってみよう何事もやっぱり試しましょうか。お、相手カカラットですね。え、これコンピューターじゃないよね、オール戦でコンピューターいないですよね多分、え、コンピューターじゃないよな多分、まあまあやっていきましょう。さあ、フリ、おーおーおー、いきなりいきなりよく見た、まあいいや、これ決まらない、あーちょっと楽いな、避けてと、これ攻めよう、 OK いいね、よし、おい粉々にしてやるまでいける、 OK で射撃すかさず、 OKOKOK、 こういうことでしょうこういうことなのか、まあまあいいんじゃない、とりあえずブロリーに変えてと、まあ、全体回復あんのでかいですね、うん、お、もう回復すんだ、避けた、射撃、あーこれ全部入る、全部入る、 OK、 全部入ってる間にベジータのあれがたまりますね多分、トントントン、ベジータに変更、気力回復、避けてと、ちょっとずれせないか、しゃあないな、しゃあなくはないな、ずらせよ、じゃあこれギャリック砲いけるか、うん、ピョーンとライジングラッシュいくよ、ほい、え、マジか、避けられたオーマイガー、うーん残念、ベジータは拳よりやっぱ射撃が強いから避けてと、詰める、詰めれる、これ当たるか、当たっていく、でピッコロに変えましょう、避けた、あーやばい、これはまずい、射撃で、これむずいな、よしこいつはでけえぞ、避けて魔漢交差っぽ、よし勝負、ガッチーナイス喜びすぎでしょ、気弾で落とすと、はい、イエス、オッケー、まあここは入れ替えていこう、粉々に、避けれないか、まあしゃあないな、あーこれきついな、うーん牽制、避けた、こっち、あこっち避けれない、避けて、うーんまあいいやじゃあいいや、攻め込んでいこう、どん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 、パンに変えよう、パンに
ああ、なんで変えたのパンに。フリ取られて。いや大丈夫、落ち着け、冷静になれ、冷静に、焦るのは良くない。よし、ここここ牽制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 入れて、ほい、よけ、よけないか、よけた、よけて、はい、魔漢光殺法を、よし。いやー、じゃあ焦りすぎですよね。焦りすぎだよ。まあ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 、まあ、勝ちゃいいんすよ。まるで成長してねえな。続けていきましょう。はい、それでは対戦よろしくお願いします。お相手のパーティー、悟空、ベジータ、パイクーハンでほぼ確定かな。まあ悟空に対して青悟空、いやパンでいいか、パン、いやいや、やめとこ、さすがに。ベジータに対してフリーザー、パイクーハンに対して赤悟空、こういう感じか。ピッコロ入れたいけど、これが安定ですよね。安定だな。うん、これでいこう。うまいこと、ちょっとね、キャラクター交代して有利な立場でちょっと立ち回っていきたいですね。はい、それでは対戦よろしくお願いします。悟空に変えよう。あー、食らっちゃった。まあいいや、変えてと。ちょっと、いやー、これはちょっと下手すぎないか。え、よくないか。まあいいや、ラッシュラッシュラッシュ、トン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 。相手紫パイクーハンなんですね。シュン、避けた、こっちも避けて、でカメハメハ打ちましょう。ああ、うわー、一撃、まあ一撃か。まあ一撃か。うん、おっと、どうした。睨み合いっこがあったぞ今。普通に決まんのかなと思ったけど、睨み合いっこがありましたね。おお、どうしたどうした、あれ何してんの。牽制入れて、避けて、こっちも避けて、入れ替えて、入れ替えて、何してんの。何これ、何なんだこれ、ラグすぎね、さすがに。いや、やめとこう。あー、赤悟空に変えて、避けた、おお、すごいすごいですね。これは食らいますね。お、オッケー、これは睨み合いっこが本当にじわじわ来るんですが、まあ、あー、ライジングラッシュ、これは食らっちゃうな。まあ必殺技でいくか、ファイヤーキック。あー、拳で対抗。え、これただ不利取られてないからワンチャン耐えないか、耐えそうじゃない。オッケー、しっかり耐えてと。詰めろ。うわー、マジかよ、仕方ないね、まったく人をイライラさせるのが得意だな、お前は。避けれない、避けていく、デスボールまでかっちりと叩き込んでいく、いいですね。 OK、 入った。ライジングラッシュまで決めて、ここはまあしっかり勝ち切っていきましょう。おお、どうしたどうした。相手の溝落ちにず頭グリ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 っつって擦りつけてましたね。危なかった、拳で対抗されとったな。これでしっかり勝ちかな、もう残ってないよな。もう一体なんかジュースかジースだったね、多分。当然の結果だね。オッケー、まあギリギリ勝ちましたね。ちょっとか回線いい人とやりたいな。はい、それでは対戦よろしくお願いします。お相手ブローリー、ベジータ、悟空でほぼ確定ですね。まあそれ以外来たらまあないわ、それはないな。ピッコロ、ベジータに対してフリーザー、悟空に対して青悟空、こういう感じでいきましょうか。こうすれば、まあ有利に戦えるかなっていう感じですね。で、相手青に対して有利取れる緑がいなかったんで、これでいいんじゃないでしょうか。はい、
ピッコロを起点に戦っていきます。さあ対戦よろしくお願いします。ステージはまあなんか荒野みたいな。ああギニュー、ギニューか。あ落ちちゃったよ。ギニュー、ギニュー、あ、減るなぁ。いや、ギニュー対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、 PVP ちょっとやってみたんですけども、いかがだったでしょうか。まだまだね、やっぱり自分でも分かってるんですよね。自分でも分かってるんですよ。プリングがちょっとひどいなっていうところがあったんですけども、ぜひともね、そのコメントでアドバイスいただけたら、ちょっと次の動画からね、意識してちょっと直していこうかなと思ってるんでね、よろしければ、アドバイスコメントいただけたらなと思います。はい、それではよろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。 Twitter の方概要欄にリンク貼ってるんでね、よろしければフォローの方ぜひよろしくお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。